さて、はい、今からリー君と二人で この枯れ木の処理をします。はい、お墓が下にありまして、出てますね、結構ね。これをね、これをですね、ここの隙間に、ここの隙間に入れていきたいなと思います。で、上をチルで引っ張ってます。はい、向こうからチルでも取ってます。でですね、もう一本下に落ちないように、ここ根元付近、まあこの下で切るので、邪魔ならない部分でウォーターラップで、ウォーターラップで固定をして下に落ちないようにしてます。で、向こうはチルホールですね。はいはい、うまく、右側の木に添えながら落ちればベストです。嫌なのがこのお墓の塀垣に当てるのが嫌なので、できればこの横の木に、もたれかけさせながら落としたいなというふうに思ってます。はい、これが終われば今度この細い木を倒しますが、先ほど上に行ってかかる枝を落としてきました。ただあの木を後にしないとこの木にぶち当たるので、先にここを処理します。さて、うまくいくか塀を壊すか宮っち次第です。リークも頑張って引いてくださいね。はい、はい、はい、少し出して。はい、はい、少し緩めて。ロック外しますか。緩めて、もっと緩めて。はい。あ、いいや。外れるわ。で、お尻、チグに変えるわ。よし、張って。はい。
せんなって。はいよ。はい。あります。はい。よいしょ。はい。ポーターラップと、チルのロープを入れ替えます。はい、ストップ。はい、よっしゃ、ゆっくり緩めてって。はい、緩めます。はい、貼りますか？もう OK。 もう外したで。あ、はい。はい。はい、無事に枯れ木の、処理、下に降りましたね。はい。はい。入り口こんな感じで、もう受けは入れてません。上からバーをこう回してきてですね、挟まれない程度で抜いて、で上の動き見ながら上の方を落として回して、引きちぎった感じですね、最後はね。はい、無事この隙間に、下ろすことができました。はい、リさんお疲れ様です。お疲れ様です。イエイ。